こんにちは、パタヤチャンネルです。新年明けましておめでとうございます。2021年も引き続きよろしくお願いいたします。今年最初の動画は生活費シリーズを考えてたんですけれども、再びパタヤに危機到来ということで予定を変更してお送りすることにいたしました。ということで今回は元旦朝からタイ人の優しさ全開、炊き出しボランティアに参加してきた様子をご紹介したいと思います。今回撮影の許可をいただきましたのが、以前にタイ人のバーでの誕生日パーティーをご紹介させていただきましたスカイミュージックバーになります。まだそちらの動画見てないという方は動画説明欄に URL 貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいと思います。場所は少し奥まったところにあるんですけれども、パタヤのソイ7とソイ8をつなぐ道路の途中にあります。今回はこちらのバーに元旦の朝10時半頃にお邪魔しまして、料理を作るところからパッキングするところ、あと最後にですね、配るところまでお手伝いをしながら撮影をさせていただきましたので、その様子を見ていただきたいと思います。もう少し早く行く予定だったんですけれども、一緒に行く予定をしてました友達が二日酔いで寝坊してしまいましたので、到着した時にはもう料理が始まってました。ボランティアで食事の用意をしてたのはほとんどがバーで働いているスタッフの方になります。パタヤのバーで働いている皆さんにとっては10時半というのは超早朝なので、ほとんどの方が化粧をしてなかったので撮影嫌がるかなと思ったんですけれども、皆さん全然嫌がることなく笑顔で対応してくれてました。すごい大袋でお米を購入してるみたいで、この日もですね、2つある炊飯器両方とも使ってフル回転で稼働してました。全部で3品作るんですけれども、そのうち1つがデザートになります。ガスコンロ2つあるんですけれども、すでに使ってますので、デザートはこの炭のコンロで作ります。でデザート用にトウモロコシをカットしてたんですけれども、日本のイメージだとデザートにトウモロコシという想像があまりつかないと思うんですけれども、タイでは結構頻繁に使われる食材になります。僕自身デザートにはあまり詳しくないので、合ってるかどうか分かんないんですけれども、聞いた感じだとサークーカッポっていうですねデザートを作るみたいです。小さい透明なタピオカのようなものをずっと煮込んでますととろみが出まして、そこにコーンを大量に加えます。そこに大量の砂糖を加えて甘くして、これでほぼ完成となるんですけれども、これにですね一緒に混ぜるココナッツミルクのソースも作っていきます。これも火にかけまして、塩などの調味料も加えて、最後に片栗粉のようなものでとろみをつけて完成となります。こちらが完成したタイのデザートになるんですけれども、これから皆さん手分けして袋詰めにする作業に入りました。先ほどのコーンの入ったドロドロのものを下に入れて、その上からですねココナッツのソースをかけるという感じで、すごく美味しそうでしたし、ちゃんとした器に入れたら普通にその辺のカフェで食べれるようなデザートだと思います。そして味見をさせてくれるということで遠慮なくいただいちゃいました。基本的にあんまりスイーツは食べないんですけれども、ココナッツミルクは好きなのですごく食べやすかったですし、味はすごく美味しかったんですけれども、表現難しいんですが、タイデザートの基本的な味でした。そしてちょっと撮影のスタートが出遅れてしまったんですけれども、オーナーさんからスタッフのみんなへの挨拶とプレゼントがありました。こちらの一番右の白いシャツの女性がオーナーになりまして、このですね無料の炊き出しもこのオーナーさんのポケットマネーでやってまして、そのオーナーの優しさをみんな分かってるので嫌な顔せずみんな喜んでボランティアで手伝ってます。続いて料理の方なんですけれども、中華風の豚の角煮になります。パローという料理になるんですけれども、1時間半ほど豚肉を煮込んで、さらにそこにゆで卵を入れてさらに煮込むといった感じでめちゃめちゃ美味しそうでした。
こちらも先ほど同様流れ作業で袋詰めをしていきます。もうこの炊き出し自体は去年何十回とやってますので、皆さん手慣れた感じで袋詰めしてました。そして大量の白ご飯も炊き上がりましたので、こちらは発泡スチロールに移してまた袋詰めの作業に移ります。そして僕が今回撮影しててめちゃめちゃ感じたのは、皆さんすごく楽しそうにやってました。本来であれば皆さんの働いてたバーが閉鎖ということなので、愚痴も言いたくなると思うんですけれども、全くそんなことなくみんなでお祭りの準備をしているような雰囲気でした。そして以前の撮影の時もご紹介させていただいたんですけれども、結構このバー年齢層が高いバーになります。僕のお姉さんだとかお母さんぐらいのお年の方がたくさんいるんですけれども、皆さんめちゃめちゃよく喋ります。店内の BGM が結構大音量だったので音はほとんど消してるんですけれども、かなり皆さん喋ってました。仕事柄というのもあると思うんですけれども、多分バーで一緒に飲んだりすると落ち込んだ時も帰りには元気になりそうな気がします。そしてパローもいただきました。1時間半煮込んだということでお肉も柔らかかったですし、卵も味が染みてて美味しかったです。そして3つ目の料理はパッドミー貝ということで、パッタイの鮮味版のものになります。大量の鮮味を水につけて柔らかくするんですけれども、もう山盛りになってました。貝というのは卵になりますので、後ほど混ぜるために大量の卵焼きを作っていきます。先ほどのパローでも卵を使ってましたし、これもかなり大量の卵を使ってたんですけれども、この日いくつ購入したのか確認したところ、5パレットということで30個入りの卵の箱を5つ買ったということで、トータル150個この日購入して使ったということのようです。そしてガーリックを入れてパッドミー貝を炒めていくんですけれども、知らない調味料めちゃめちゃたくさん使ってました。この赤いのはエンタフォーとかにも使われてまして、酸っぱい調味料になります。さらに醤油とオイスターソース、あと大量の砂糖を加えます。そして何やら最後にドロドロの液体を混ぜてたんですけれども、これタマリンドというものになります。木の実として食べたことはありますし、料理に使われるというのも知ってたんですけれども、実際こういう風に使われているというのは初めて見ました。そしてこのソースの中に大量の鮮味を投入していきます。何回かに分けて調理するんですけれども、1回の量もかなり多いのでかき混ぜるのだけでもかなり大変そうでした。さらにこれにもやしと先ほど刻んだ卵焼きを加えて混ぜていきます。そして最後にネギを加えて少し炒めて完成となります。これも袋詰めの作業に移るんですけれども、当然ですねこれも試食させてもらっちゃいました。色が結構赤かったので酸っぱいのかなと思ったんですけれども、味はほぼパッタイと同じで、その鮮味版といった感じでした。肉系が入ってないのでどうかなと思ったんですけれども、逆にない方が美味しいのかなと思いました。そして先ほど小袋に詰めたものを今度はですね1種類ずつ袋に入れて1セット作っていきます。ちなみにここのお店の売りのフィリピン人のバンドメンバーの人も手伝いに来てました。そして完成したのがこちらになるんですけれども、一つの袋が結構な量になってまして、おかず2つに白ご飯とあとデザートも入っているということで、かなり豪華なセットの食事が完成しました。この現在テーブルに乗ってるので30食ぐらいあるんですけれども、全部でトータル100食ぐらい作ってました。そして何の宣伝もしてないんですけれども、どこからとなく人が集まってきまして、一個一個ポツリポツリと持っていきました。メインの大通りとかでやられているお店とかはすごく行列ができたりするところもあるんですけれども、こ
こはちょっと困ったところにありますので、この近所の人たち向けにやってるといった感じになります。タイ人の気質だと思うんですけれども、渡す方も受け取る方も全然ですね、特別なことをしてるといった感覚ではなくて、中にはすごく感謝する方もいるんですけれども、すごい軽い感じでもらっていくというのも逆にいいなと思いました。僕のイメージでは仕事も家もなくて困ってる人にあげるというイメージだったんですけれども、そういうわけではなくて、向かいからで働いているホテルの人にあげたりだとか、あとグラブで仕事をしている最中の人に渡したりだとか、ビールを配達しに来た人にあげたりもしてました。ですので、困った人を助けてあげるんだという思いではなくって、みんな大変な時期なので、普段作る量をちょっと多めに作って近所にお裾分けしましょうといった感じだと思います。逆にそういう自然な感じがすごく良くて、撮影しながら結構感動してました。最後に少しだけバーの紹介になるんですけれども、現在はお店閉まってるんですけれども、また許可が出てオープンしましたら、毎日ビールどのメーカーも60バーツで飲むことができますので、ぜひ遊びに行っていただければと思います。以上、今年一発目の動画は2021年元旦の朝からタイ人の優しさ全開の炊き出しに参加した様子をご紹介させていただきました。あさってアップします。次回の動画は12月の生活シリーズになります。この1月前半は面白い企画いっぱいありますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。